はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、散歩系の実況をしていきたいと思います。実は結構久しぶりに動画を撮ってる気がしますね。というわけでね、ちょっとこの辺触れてなかったから先にまずここで。ちなみに今日はシュチ君の超級かなをやろうかなと。で、来ましたね。シルエットが、そう、シルエットね。なんで出なかったんだろう、シルエットって言葉。やばかったっすね。うん。で、シルエットが解除されて、フェイト・エクステラっていうのかな、のコラボが来ましたと。で、これ真ん中のキャラってセイバーじゃないんですってね。これなんかネロなんちゃらっていうんですってね。完全になんかネロっていうとネロカオスしか出てこないんですけど、まあまあそんな話はよくてって。うん。で、一応これが7月27日からなんで、まだまだ先だと、まだまだっていうと、まあ言うてあれですけど、で、7月27日から8月10日と、まあ結構ね、フェイト補正は強そうなんで、これを機に散歩系プレイヤーが増えるんじゃないかなって、で、さらにそれプラスアルファで三国大戦プレイヤー増えるんじゃないかなんて期待してますけどね。はい、というわけで、ぜひぜひ、ね、プレイしてください。で、コラボ記念でログインボーナス。これはまあ今からっていうか前からちょこちょこもらってますね。レアガチャチケットっていうかレアガチャ券がもらえると。うん。で、散歩系の補正、ね、補正っておかしいな。の方でカムバック&12期間限定キャンペーンと。だから新規プレイヤーの方も帰ってきた方もレアガチャチケットもらえるからねっていう感じですよ。うん。お得だから今やりましょうっていう感じですかね。はい。あ、そうそう、これ DM で来るらしいですね。まあ、うん。ヘイトエクステラでした。当たってました。まあ、ちょっとすいません。カンニングしました。正直知らなかったです。すいません。うん。お願いします。ください、DM。あとは、ログインバス。あ、これはあれですね。うん、うん。はいはい。ね、ぜひぜひ、散歩系をプレイしてください。ってことですね。うん。あとはカムバックした人にもあるよっていうね。で、新規の方にはレアガチャ券10枚と経験値クエストの鍵12本、クゼに関するクエストの鍵6本と。いいですね。あ、出ました。わあ、なんや。交際中の男女、海岸で溺れ死亡、あらららら。まあ、この時期はねーって、そんな話はやめとこう。うん。ね、ネロだって。ああ、でもセイバーはセイバーなの？うん。うん。あ、しかも CV が丹下桜だって。うん。なるほど。サーヴァントってことは、何らかの英霊なんだろうな、多分ね。あ、たまもの前だって。いいね、これなんかカラーリングがちょうど噛み合ってる感じだね。赤いから儀、青いから5みたいな。うん。CV が豪華ですね、なかなかに。で、アルテラさん。あんま知らないな、この辺。あ、セイバーなんだ。へぇ。ほうほうほう。あんまわからんな。本本さんとかね、CV は豪華ですね。で、群雄が、あ、てか全然、あ、でも一応緑要素があんまないな。うん。で、ランサーエリザベート、めっちゃ可愛いな、この子。これはいいですね。最高ですね。うん。エリザベートはあれだよね、そうだね。やっぱ吸血鬼なんだね。うん。これは結構、割と有名な方か。方って言っちゃ誰けど。で、さらに、で今回群雄がなんか多かったんだよね、チラッと見たら。で、呂布ですね。バーサーカーでね。うんうん。てかよく考えたらそうだね、三国志関連の、ね、とこってあんまり英霊化されてない気がするんだよね。まあわかんないけどね、私 FGO とかやってないからあれなんですけど。うん。すごいいかつい、いかつい曲ですね。ほんで、アルキメデス。アルキメデスって。すげえな。なんでもありだなと思っちゃうけどね。まあまあまあ。へえーって感じですね。ということで、一応この辺が追加されると。これ楽しみですね。個人的にやっぱエリザベートちゃんがめっちゃ可愛いから、ね、やっぱね、群雄をしました。あとやっぱ、たまもの前かな。うん。やっぱ、なんか、いずれにしろ5と群雄がやはり補正が入るかなっていう感じですね。うん。っていう感じですね。というわけで、ちょっと、長級やっちゃおうかな。うん。まあ、大丈夫でしょう。でもただね、シュチ君が強いんですよ、シュチ君。結構強くて。武力と知力下げる陣が結構強いんですよね。
ていうか、まだそんなにやれてない。今回ちなみに一応20で終わりなのかな。だからまあサクッと終わるかな。サクッとにはならないけど。で、17ターン以内と3連撃が5回、同一ターンで4体撃破と了解しました。これどうしようかな。ぶっちゃけ同一ターンで4体撃破するんだったらね、周遊の力を借りるのがすげえ早い。だよね。というわけで、周遊の力借りちゃうかな。まあ、ぶっちゃけ、うん。いや、多分でもね、いけるかな。やりたんだし、ボス戦考慮したら、やっぱり指で一番いいかな。うん。最悪大悦ちゃんもいるしね、まあ、ただ大悦ちゃんの知力だとちょっときついかな。やっぱね、進行度10でも知力が知力が低いとダメ系はやっぱりダメですね。うん、あ、だからちゃんとあれか、あれだよね、武具とかも強化してあげたらいいんだろうね。うん、っていう気はしますね。さて4体倒せるかな。際どい、倒せるか。はい、これで達成ですね。あとは、連撃ですね。連撃。まあ、連撃も一応、意識しようか。いや、計略がしょぼいな。浄化のペイは吐いちゃおうかな。適当に浄化のペイ。無駄打ち。ちょっと配置がもったいないですね。動けそうなとこ。ああ、微妙だったな。これ、まあ、いっか。いや、正直、すごく微妙。まあ、いいでしょう。ワンパンぐらい。じゃあ、口かと。知力が下がる分には別にねっていうとこあるからね。まあ、言うて、このね、弱点つけば楽勝ですからね。で、一応ボスの配置がわからんから、ある程度振っといた方がいいかな。少なくとも反対方向になるとめんどくさいから、こんな感じで振っとけば多分問題はないはず。どっからだ？左？か？あ、そこ。あー、甲虫の位置やられたね。大悦ちゃんの位置もよくねえ。あらあらあら、やっちゃいましたね。未来は僕らの人。これが強い。装着のなんちゃら人が、石人？知らないな。聖人か。さあどうしようかな。コーチの位置がすげえ悪いな。で、大悦ちゃんもちょっとたどり着けない。ということで、コーチで操作するのが無難か。正直、全員殴れないから、ちょっと、あれ。まあ、しょうがないな、ね。すげえ、めっちゃ攻撃範囲入ってったけど。まあ、一応、超級だからあんまり、あれよね、ちゃんと、さすがに、か、ちょっと、ナメプ感があったか。よくないですね。これは大悦ちゃんが正解かな。こうしてこうのこう、そうすれば頭ちっちゃばで気持ちが出るね。勝って、まあしょうがないね、武力下がってっからね。一陣払われなければ倒せる。勝ったな。やったかっていう死亡フラグかな。多分倒せるでしょう、問題なく。イエス。うん、オッケーです。あれ？負けるわけない。三連撃、あ、三連撃か。あ、勘違い。はいはい。そうですね、全軍じゃないよ。三連撃か。これはまあ、後で別個でやります。三連撃ね。うん、ね、一体を三人で殴らなきゃいけないです。なるほど、なるほど。了解しました。あ、結構いい。美味しいね。うん。まあ、馬とコートが集まるのか。いいですね。はい、ってわけで。じゃあ今回はこれで終了しましょうか。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイです。